はい、どうもこんにちは、こんばんは、アマです。ファイアレッドの旅完結から早3ヶ月近くが経ちまして、また新しいポケットモンスターの世界で旅をしていこうと思うんですけれども、今回こちらポケットモンスターサファイア、僕 GBA 版のサファイアに関しては1回もやったことがなかったので、今回やってみようかなと思います。前回のねファイアレッドの方は、子供の頃に1回やって、大人になった僕がねもう一度、子供の頃辿った道を辿るというのが、裏コンセプトみたいなのがあったんですけど、今回、オメガルビーアルバサファイアに関してはやったことがあるんですけれども、この GBA 版のポケモンサファイアに関してはやったことないので、今回はやっていこうかなと思います。電池切れのため時計が動かなくなりました。時計に関する出来事は起きませんが、ゲームを続けて遊ぶことはできます。これねちょっと中古なんでしょうがないですね、そこに関しては。多分ストーリーに関しては関係ない。お、おだまきだっけこの人。俺初めて会うんだよね、多分この人には。いやー、お待たせお待たせ、ポケットモンスターの世界へようこそ。私の名前はおだまき。でもみんなからはポケモン博士と呼ばれておるよ。ポケットモンスターすなわちポケモン。ルリリじゃん。この世界にはポケモンと呼ばれる生き物たちが至るところに住んでいる。我々人間はポケモンと仲良く遊んだり、助け合って仕事をしたり、時には力を合わせて戦ったりしながら一緒に暮らしているんだ。しかし我々のポケモンの全てを知っているわけではない。ポケモンの秘密はまだまだいっぱいある。その秘密を解き明かすために私は研究を続けているというわけなんだ。ところで君は。僕はね、今回も男の子でいきましょう。名前も教えてくれるか。名前は、前回ねアモスケだったから、今回何にしようかな。じゃあ今回はうちのリスナーにねよく言われてるやつでいいでしょう。これでいいじゃん。はい、はい、これでいいね。アモ太郎。はい、どうもアモ太郎です。そうか、君が今度私の住む町三代タウンに引っ越してくるアモ太郎くんだったんだ。そう、アモ太郎くん。なんか恥ずかしいな。よし、準備はいいかい。これから君だけの物語が始まるとしている夢と冒険と出会いに満ちたポケットモンスターの世界、勇気を持ち飛び込んでくれ。ではまた後で会おう。研究所で待っているぞ。もう研究所に直接行け。これあれでしょ、トラック引っ越しのやつね。ちょっとね違うんだよね、サワイアと。サワイアはそう引っ越してくるやつでしょ。でルビサワじゃないわ、ファイアレッドリーフグリアも最初からいたからね。あそこに10歳になって旅を始めるみたいなやつでしょ。ママ、アモ太郎を作る。なんでママ先にいるんだよ。長い間トラックに揺られて大変だったでしょ。ここは三代タウンよ。どう？これが私たちの新しいお家。ちょっと古風な感じで住みやすそうなところでしょ。今度はアモ太郎の部屋もあるのよ。なかったんだ。かわいそうだね、思春期に。よかったじゃん、自分の部屋ゲットできて。うわ、ゴーリキーがいるんだけど。仕事してんじゃん、ポケモン。アモ太郎も2階にある自分の部屋行ってごらん。パパが引っ越しの祝いに買ってくれた時計があるから、時間合わせとけ。時計壊れてんだっつうのだからよ。話を聞いてくれ、頼むから。どれ？お、ゲームキューブ。俺と同じやつじゃん。あ、違う、俺銀だったわ、失礼。これあれでしょ、アイテム引き出すでしょ。はいはいはい。で今回のね実況はですね、その一つ縛り、本当なんだろう、ストーリーに直接関係したりとか、今後行く手を阻むような縛りではないんですけれども、一個縛りをつけたいなと思います。すごいゆるい縛りです。今回ねタイトルを見ちゃえばわかるんですけれども、僕ですね18年、今年19年目になるんです。生まれて19年目になるんですけれどもね、女の子に囲まれたことが一切ないんですね。僕みたいなこんなね男ですから、女縁は全くなかったので、今回そんな理由でポケモンの世界ぐらいメスのポケモンに囲まれて旅をしたいということで、今回、捕まえられるポケモンはメス限定ということでやっていこうと思うんですけれども、アモ太郎、部屋の時計合わせてきて。何だからさ、違うんだって、部屋の時計は壊れてんだよな。これでも実際合わせても、今何時？ごめん、ちょっと iPhone 今ね撮影してるのがなんとね12時7分、 PM だよね。 PM 7分って微妙じゃない？これ10だよね。違う、7分って5。時計の読めないことが判明した。今ここだ、これでいい。でも時計壊れてるからどっちでしょ、意味ないんでしょ、これ設定しても。はい、終わったよ。アモ太郎、どう？新しい部屋は。きれいに片付いてるわね。下ももう片付いたわ。ポケモンがいると本当に楽ね。そうだ、机の上のものを大丈夫か見ておいてね。さっき見たんだよな。
あまあこれはまあもうねクロートなんで僕ポケモンクロートなんで大丈夫です。2回読んじゃったけど、でさっき引き出したよね俺なんか、あ大丈夫 OK。 はい、でまあまあ、先ほど説明した通りですね、まあ、今回はねメスのみということでやっていくんですけれども、まあ、最初に立ちはだかる壁はですねあれです。まだあんのかよママ、あパパが出てるのね千里さん、あもう勘弁してくれ、あ終わっちゃったし、パパが出てたみたいだったのに残念ね。あそうそう、この町にはおだまき博士って、あなんかさっき約束しちゃったな行くって、博士の家は隣、オッケーすぐじゃん。でまあねそのこの今回の縛りね、まあ御三家もメスだから早くもリセマラをしなきゃいけない。何どなたかしら、あそうか、あなたがどれ引っ越し、天太郎くんね、うちにあなたと同じ年頃の娘がいるのよ、新しい友達ができるようになって頼もしみにしてたのよ、2階の部屋にいると思うわ。いやいいですそういうの今ちょっと急いでるんで、ここか、隣じゃねえじゃねえか、これね、あ来た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 、あいねえじゃねえかよ、なんだよ、おいどこ行ったんだよ博士、博士はどこ行った、小田牧博士フィールドワークに出かけていませんよ。フィールドワークっていうのは実際に野山に出かけて研究をすることですね。博士の机の上で研究をするよりも実際に外へ飛び出して体験するタイプの人なんです。なんだよ、じゃあなんだフィールドに行かなきゃいけないわけね、早速。まあというわけなんで、御三家メス出るまで、ポケモンでリセマラをしなきゃいけない。何ここから先の道路草むらに入ると痩せる場所に出てくるんだ、自分のポケモンを持っていないと危ないよ。え、どうすんの、積んだじゃんもう。え、なんか言ってることがおかしいんだけど、フィールドワークしてんじゃねえのかよ、おめえらよ。あ、じゃああれだ。これ、ちょっと、女、そこの女に手伝ってもらうしかない。Hey, girl! ポケモンは体力満タン、道具もこれでよしと。え、あなた誰なの、あなたが思ったらけど、そうか、今日引っ越しだったんだ。あ、私、はるか。よろしく、よろしく、アモ太郎です。私世界中のポケモンと友達になるのが夢なの。でね、お父さん小玉木博士からアモトロ君の話聞いて、私アモトロ君とも友達になれたらなぁなんて思ってたの。あ、私知ったらアモトロ君と初めてお話してる、何言ってんだろう、へえへえ。あ、いけない、私お父さんのお手伝いで野生のポケモン使いに行ってもらったの。あ、もうちょっと待って、違うんだ、待ってくれ、違うんだよな、俺もそれに同行したいんだよな、どうしても。ちょっと呼ばれてんだよ俺も、お前の父ちゃんによ。お、何やってんだ小坊主、さっき叫び声、マジか、ちょっと緊急事態だな俺。おお、何やってんの、ポチエンナに追いかけられてるやん。そこの君助けておくれ、そこにあるカバンにモンスターボールが入ってる、よし行くぞ。で今回また、例によって決まっております。今回はですねサワヤなので、水五郎さんでいきたいと思います。さあもうこれで、ね、一発でメスを出したい、悪いけど出す、いやポチエラ、え気持ち悪い、なんか、え目つぶれてね、大丈夫かあれ。さあメス来い、いきなりドン。あーまあね、なんか僕の統計上御三家メスって結構確率低いっぽいんで、ちょっとこっからリセバラに入りたいと思います。ということでメスが出るまでカット。しゃーおらー、やっと来たー。はい、というわけでですね、やっと物語が動き出します。なんと、ここまでですね26回、実質27回目、のリセットマラソンを繰り返しまして、やっと出たよ水五郎メス。あのね、御三家のメスが確率が低いっていうのは僕知ってたんですよ。で、あのリセマラしてる時に調べたんですけど、どうやらオスが 87.5、 メスが 12.5 っていう感じらしいです。ということでやっと進むね。苦節1時間半ぐらい。強い、しかも。強いじゃん、こいつ。あ、こちらが弱いのか。おい、というわけでですね、やっと物語が始まりますね。いや、もう長かったな、ここまで。15の経験値。よっしゃ、水五郎来たね。はぁ、あ、はぁ、あ。野生のポケモンのを調査しようと草むらに入ったら、突然ポケモンに襲われて、とにかく助かってよ。ありがとう。おや、君はアモ太郎くんじゃないか。こんなところではなんだからちょっと研究所まで来ておくれ。あの娘どこ行ったんだよ。さてアモ太郎くん、君のことはお父さんからいつも聞かされていたよ。君はまだ自分のポケモンを持ったことがないんだって。それにしてさっきの戦いぶりなかなか見事だったよ。やっぱり君にはお父さんの血が流れてるんだな。そうそう、助けてくれたお礼にさっきのポケモンは私から君へプレゼントしよう。やった、水五郎ゲット。
世界だから水頃にニックネームをつけてみたので、はい、ということで今回ですね、その女の子縛りということなので、あの女の子らしいね名前をねつけていこうかなということなんですけども、これねまず企画段階でね超くだらないなと思ったんだけど、このね多分最後まで一緒にいるだろう水五郎にちょっと元カノの名前をつけようと思います。これガチ元カノの名前なんで、あのやめてくださいね特定とか。はい、もう超恥ずかしい、やだな、なんかピンチになってさメイとか言うの、なんかちょっとなんかすげえ、うわなんか想像しただけで超恥ずかしいんだけど、はるかが103番道路でポケモンの調査してるから会いに行ったらどうだろう。はい、よし、トレーナーがどんなものか教えてもらうといいぞ。というわけでですね、やっとリセマラも終わりましたので、今回から、ポケットモンスターそれでもメスに囲まれたい、やっていきたいと思います。ということで、今後もご視聴よろしくお願いします。チャンネル登録ともどもよろしくお願いします。ここまでご視聴ありがとうございました。